地球が味方宇宙が味方神様が味方みんなが味方みんなの味方神様が応援したくなるような5つの人格があります1「うたしな人」人から嬉しい楽しい幸せと喜ばれることが 人生の目的であると考え、頼まれたことを喜んで引き受けている人。に綺麗な人。見目形や立ち居振る舞いが綺麗な人。心が綺麗な人。身の回り、特に汚れの目立つトイレ、風呂、洗面所などの水回りを綺麗に掃除している人。三、謙虚な人。 自分の人生はすべて周りの人や神様たちのおかげで成り立っている。自分の力はゼロだと思い切れる人。周りのすべてに感謝している人。四、素直な人。いい話を聞いたりアドバイスをされたりしたら、へりくつを言わずに実行する人。五、誠実な人。人との約束をきちんと守る人。 これらのうち、いくつでもいいから実践をしていくと、神様は微笑み、味方をしてくれるようです。周りの人たちから喜ばれ、愛され、信頼されて、お金や仕事にも困らず、病気の心配もなく、毎日を楽に楽しく過ごすことができます。そして自分の力ではどうにもならないような問題が起きたとき、 その大きな力で助けてくれることにもなるのです手を離せば自由とらわれているのではなくつかみ続けて不自由な私宇宙の法則に「 出せば入るというものがあります。今私のコップの中にコーヒーが入っているとします。宇宙がその中に違うものを入れてあげようと思っても、コーヒーが入ったままだと入れてもらうことができません。コップが空であれば、紅茶でもジュースでも何でも入れることができます。もしかしたら宇宙が何かを入れてあげようと思うかもしれない。 でも私の中に手放したくないものがあって、いつも満杯にしていると、何も入れてもらえないのです。私はこの法則を試してみようと思い、20年ほど前から手放すことを考えながら生きてきました。お金も生きるように使おうと決意しました。お金がある時だけそうしようというのではなく、常に喜ばれるように使ってみたのです。そうしたところ、 いつも財布の中身を確認しなくても、その時々に必要な金額が入っていて、支払いに困ることがありませんでした。別にお金持ちでお金が余っていたわけではありません。人から借りた時もありました。それでも、喜ばれることだけを考えて使っていった結果、必要な時に必要なお金が入ってきました。自分の中で、 何か手放したくないものがあるという人はそれを話してみると滞っていた問題もスムーズに流れていくのかもしれませんどんなものにも無限の価値どんな人にも無限の価値 心臓というのは片時も休むことなく動き続け私たちの体内に血液を送っていますが自分がなぜそのように働いているのかは知りませんただ遺伝子の通りに淡々と働いているだけです他の臓器も同じですなぜこんなことをしているのかなどと問う臓器は一つもありませんただ私の体を生かすために 自分に与えられた遺伝子の通りに働いています。その臓器のどれか一つでもかければ、体は正常に動かなくなります。すべての臓器が働いて、初めて私の体が成り立つのです。つまり、どれが重要でどれが重要でないということがなく、すべてが等しく重要な存在と言えます。 宇宙は人間の体を通して宇宙の仕組みを見せてくれているようです。翻って私たちの人生というものを考えてみます。よく私の天命や使命は何かと気にする人がいますが、そのようなことを考える必要はありません。人生の中でやるはめになったことを誠実に淡々とやっていけば自然とその方向性が見えてくるでしょう。 世の中に価値のない人など一人もいません。すべての人が必要だからこそ生まれてきているのです。あなたにやってほしいと頼まれたことは、どんなことでも喜ばれること。頼まれごとをやって喜ばれた瞬間に、私の存在は宇宙に光り輝きます。<music> 投げかけたものが帰ってくる。投げかけないものは帰らない。投げかけたものが帰ってくるというのは、物理学では作用・反作用。仏教では同・反動と呼びますが、意味は同じことです。愛すれば愛される。感謝すれば感謝される。 喜ばれるように生きていると、喜びに囲まれることになる。その反対に、愛さなければ愛されない、感謝しなければ感謝されない、自分のことしか考えないで生きていれば、エゴに囲まれるようになる。いつも、辛い、苦しい、悲しい、悔しいと愚痴を言い続けていると、状況は一層そのようになります。 体に不調な場所が増え病気になることもあります。否定的な言葉が体内の細胞の水を破壊し、それによって自らの体が蝕まれるからです。その反対に、嬉しい、楽しい、幸せ、ありがとうという喜びや感謝に満ちた言葉や行為を投げかけていると、そんなに生きるのが楽しいのならもっと元気になりましょうと体が反応して、 ますます元気になるようです。自分は病気だから何もできないとか、この問題が解決したら人に何かしてあげられるのにという方がいますが、それは順番が逆らしい。先に投げかけることで状況が変わり、病気が治ったり問題が解決したりすることがあるのです。この宇宙法則を使わない手はありません。まずは実践する。 投げかけることから始めましょう。七つの幸せの言葉。嬉しい、楽しい、幸せ、愛してる、大好き、ありがとう、ついてる。うつ病というのは、 うつ病を持ち込んでくる霊体というものがあり、それがつくと発病し、離れたときに突然に治る病気のようです。うつの霊体は暗い顔をして暗い言葉を口にし、暗い生き方をしている人につくのが好き。うつの霊体が嫌いな言葉は、嬉しい、楽しい、幸せ、愛してる、大好き、ありがとう、ついてる。これらの言葉を七福神ならぬ、 祝福人と呼んでいます。などの明るい言葉で、特に嫌いなのが、ありがとう。そして、笑顔も大嫌いです。ですから、直したい人は、楽しくなくてもいいから明るい表情で、祝福人を言い、ダジャレを言っては一人で笑っているような、馬鹿みたいな生き方をすればいい。自分はうつだから、嬉しい、楽しい、幸せなんて言いたくないし、 笑いたくない。笑っている人の声も聞きたくないし、笑顔も見たくない。そんな人間はどうしたらいいかと聞いてきた人がいました。私は別に説得しているのではなく、方法論をお伝えしているだけで、あとは本人がやってみるかどうかの問題ですとお話ししました。結果的にその方は、その後、祝福人を3000回言い続け、 1>, 1週間でうつ病が治ったと報告をくれました実践してみればすべて自分の側で解決できるようになっているようです物質世界と精神世界を融合させるキーワード実践 経典の経という字には、縦糸という意味があります。その縦糸に対して、横糸がないと布になりません。横糸とは実践のことではないでしょうか。教えを実践して初めて布ができる、形が見えるということを、お釈迦様は後世に残されたようです。 これまでに私が発見した宇宙の方程式の中に、ソワカの法則というのがあります。掃除、笑い、感謝に関する法則です。トイレ掃除をしていると臨時収入が入ったり、仕事を頼まれたりしてお金に困らなくなる。割れていると元気になり、病気の心配がいらなくなる。 周りの人たちに感謝してありがとうを言っていると、みんなが味方になって助けてくれて、人間関係に困らなくなるというものです。このような話をしたときに、どうしてそうなるのですかありがとうの代わりにメルシーと言ったらどうなるのですか心の中で思っているだけでもいいのですかと聞いてくる人がいます。まだ本人はやっていないのに。 宇宙の法則はすべて自分にとって得になるようなことばかりです。だから、自分のために楽しんでやる。実践とは、外に向かって言葉に出し、体を使って実行することです。心の中で言ったり、やったつもりになったりしても何にもなりません。横糸である実践をして、初めて自分の布ができていくのです。 thank mm -hmm. you